松原さんらしさというか、ね、すごいいい走りというのは見られたかなと思うんですよ。はい、まあ、あの短期やったんですけど、まあ、新田さんが前にいるんで、まあ、あそこしかないかなという感じでした、ね。で、まあ、勝ち負けできるんじゃないかというところと、はい、古性さんの、迫り方どうでした？まあ、あそこで行ってないと行かれてると思いますし、まあ、短期だったんでちょっと苦しくなっちゃいましたけど、まあ、そこから行って押し切れる足がないとちょっとタイトルとかも厳しいと思うんで、まあ、その辺がもう少しスピードを1キロ2キロでも上がればよかったなっていうふうに思います。ただあのこのシリーズで松浦維持があのもう一度今年輝いてくれるというあの確信を得られたような気がします。まあ、自分らしい走りは2走しっかりできたんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、あの今日に関しても、まあ、あの確定版勝負っていうところは惜しいところまで行ってるんで、まあ、あの車検には貢献したかったんですけど、まあ、ちょっと残念です。そこはまたでは頑張ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。